禁欲と資本主義精神。禁欲的プロテスタンティズムの宗教的基礎諸観念と経済的日常生活の諸原則の間に存する関連を明らかにするには、羅漢族霊的私牧、牧会の実践から生まれてきたことの確かめられるような神学書を用いることが必要となってくる。なぜなら来世が全てであって、生産に参加できるかどうかがキリスト教徒の社会的地位を左右し、霊的私牧と教会規律と説教による聖職者の感化が、韓国宗や良心問題宗などを一見してもわかるように、我々現代人にはもはや簡単には想像できないほどの影響を及ぼした時代には、そうした霊的私牧の実践のうちに働いていた宗教的諸力こそが国民性の決定的な形成者だったからだ。さて本説での論議のためには後で証論する場合とは違って禁欲的プロテスタンティズムを一つの総体として取り扱うことができる。ところで天職理念の最も守備一貫した基礎づきを示しているのはガルバン派から発生したイギリスのピューリタニズムだから、我々の原則に従ってその代表的信徒の一人を考察の中心に置こうと思う。リチャード・バックスターはその態度が優れて実際的かつ強調的であることと、また同時に幾回となく改版され翻訳された彼の著作が広くその価値を認められていることにおいて、他の多くのピューリタリズムの代表的著作家たちに比べても一等地を抜いている。長老派信徒、プレスビテリアンであり、ウェストミンスター宗教会議の弁護士であるとともに、当時の多くの優れた人物と同様、教義の上ではそうやく高度カルビニズムから抜け出ようとしていた彼は、内面的にはあらゆる革命と分派精神と、ことに生徒たちの狂信的熱狂を嫌悪した。そのために心の中ではクロムウェルの王位廃止の反対者だったが、しかし外面的な差異に対してはあくまでも寛大な心を持ち、反対者たちに対しては公平だった。そして自己の活動分野を根本において、教会的、道徳的生活の実践的奨励という方向に求め、この仕事のために歴史上最も影響の大きかった霊的私牧者の一人として、議会の統治下ばかりでなく、クロムウェルのもとにも、王政復古のもとにも努力を続けたが、この王政復古期に、あの聖バルトロマイ祭日よりも前だが、やむなく聖職の地位を退くに至った。彼の著書、キリスト教指針は、ピューリタニズムの道徳神学の最も包括的な効用だが、常に自分の霊的私牧における実践の経験を踏まえて叙述されている。またこれと比較しながら、ドイツ経験派の代表者としては、シュペーナーの神学的考察を、クエーカー派についてはバークリーの弁証を、なおその他禁欲的倫理の若干の代表者たちのものも、指数の制約上、なるべく傍聴として使おうと思う。さて、バックスターの生徒の永遠の憩い、キリスト教指針、あるいは他の人々の同様な老作を取ってみると、まず富とその獲得に関する見解の中で我々の目を引くのは、新約聖書の教えに見られるエビオン派的要素が特に強調されているということだ。富はそれ自体極めて危険なもので、その誘惑はやむときがなく、その追求は神の国の大きな重要性に比べて無意味であるばかりか、道徳的にもいかがわしいことだ。ガルバンは聖職者の富はその活動を妨げず、かえってその聖望を高めるから望ましいという理由でこれを歓迎し、つまずきとならぬ限り、彼らが財産を有利に投資することをも認めたのだが、ここでははるかに厳格に、およそ地上の財の獲得の努力に反対して禁欲が解かれているかに見える。ピューリタンの著作から貨幣と財の追求を罪悪として決めつけた例をいくつも数え上げ、それをこの点ではるかに無頓着だった中世後期の倫理的文献と対照することもできる。そしてまたこの富に対する疑念は極めて真剣である。だがその倫理上の決定的な意味と関連を見抜くためには、もう少し立ち入って調べてみることが必要だ。道徳的に真に排斥すべきであるのは、とりわけその所有の上に休息することで、富の享楽によって怠惰や肉の欲、中んずく清廉な、清潔な、生活への努力から離れるような結果がもたらされることなのだ。財産がいかがわしいものだというのは、それがこうした休息の危険を伴うからに過ぎない。というのも、生徒の永遠の憩いは、財産において与えられるもので、地上において人々は自分が恩恵の地位にあることを確かめるために、彼を使わされた方の技を昼の間にしなければならないからなのだ。明白に掲示された神の意思によれば、神の栄光を増すために役立つのは、怠惰や享楽ではなくて行為だけだ。したがって時間の浪費が中でも第一にも原理的に最も重い罪となる。人生の時間は自分の使命を確実にするためには限りなく短くかつ貴重だ。時間の損失は交際や無益なおしゃべりや贅沢によるものだけではなく、健康に必要な6時間が8時間以上の睡眠によるものでも道徳上絶対に排斥しなければならない。またクランクリンの場合のように
まだフランクリンの場合のように時間は貨幣だとは考えられてはいないけれども、この命題はある程度までは精神的な意味で妥当する。時間が限りなく尊いというのは、その失われた時間だけ神の栄光のために役立つ労働の機会が奪い取られたことになるからだ。したがって無意の目想も、少なくとも天職である職業労働を犠牲にして行われる場合には無価値であり、時には端的にも排斥すべきものとなる。けだし目想は天職における神の意志の積極的な実行に比べて神に喜ばれることが少ないからだ。それだけではなく、目想のためには日曜日がある。そしてバックスターによれば、職業に怠惰な人々に限って神のために働く機会はあるのに時間がないなどというのだ。それゆえバックスターの使徒には、肉体的にせよ精神的にせよ激しく絶え間ない労働への教えが繰り返し、時には劇場的なまでに一貫して説かれている。そこには2つの主体が絡み合って現れてくる。まず労働は昔から試験済みの禁欲の手段である。東洋はもちろん、ほとんど全世界のあらゆる修道者のキリストははっきりと異なって、西洋の教会では労働は高麗、そうした禁欲の手段として評価されてきた。それはとりわけピューリタニズムが汚れた生活という観念で一括した一切の誘惑に対する独自な予防手段であり、しかもその役割は決して小さいものではなかった。実際、ピューリタニズムの性的禁欲は修道士のそれと程度の差はあれ、根本原理に異なることところはなく、しかも結婚生活にも及ばされたために、その影響は一層広範なものとなった。というのは、夫婦間においてさえ性的交渉が許されるのは、産めよ増えよの厳命に声明に従え、改名に従い、神の栄光を増し加える手段として誠意にかなう場合だけにたどされたからだ。宗教上の会議や昇進の自己責め苦に打ち勝つためだけではなく、あらゆる性的誘惑に打ち勝つためにも、接触、再触、霊水欲とともに、お前の天職である職業労働に励め、との教えが説かれたのだった。ところで、労働はそれ以上のものだ。いや、端的に何にも増して神の定めたものと生活の自己目的なのだ。働こうとしないものは食べることもしてはならないというパルの命題は無条件に、また誰にでも当てはまる。労働意欲がないことは恩恵の地位を喪失した兆候なのだ。このような点に、中性的な行動様式との差異が明瞭に現れている。トマス・アキナスもすでに、この働こうとしないものは食べることもしてはならないという命題に注釈を加えてはいる。しかし彼によれば、労働は自然的目的に基づいて個人と全体の生活維持のために必要であるというだけなのだ。この目的が存在しないところでは、そうした命令の適用も停止される。だからそれが妥当するのは、類としての人間についてだけであって、個々の人間についてではない。働かないで財産によって生活できるものには適用されないし、また神の国における活動の霊的形態である目想が、文字通りの意味でのそうした命令に優越することはもちろんだ、とされた。そればかりか、当時の通俗神学では、修道士の生産性の最高の形態は祈祷と聖歌合唱によって、教会の奉公を豊かにすることだとさえ考えられていた。ところでバックスターの場合には、労働の倫理的義務にそうした抜け道を作るようなことはもちろんなくなっているばかりでなく、冬であるとしても、この無条件的な生命から逃れることはできない。免れることができないという原則をこの上もなく力説するようになっている。財産のあるものも労働せずに食ってはならない。なぜなら自分の必要を満たすためには労働することはないとしても、貧者と同様に従わねばならぬ神の生命が存在するからなのだ。けだし神の摂理によって誰にも差別なく天職である一つの職業、コーリングが備えられていて、人々はそれを見分けてそれにおいて働かねばならぬ。かつその場合、天職はルッターとは異なって人々が適従し、感受しなければならぬ聖虚ではなく、むしろ神の栄光のために働くとの個人に対する声明だったのだ。この一見些細な相違がもたらした心理的結果は広範なものだったし、またそれはすでにそこら学も熟知していた経済秩序の設立的解釈のその後における発展にも関係を持つことになった。ここでもまたトマス・アクニナスを持ち出すのが一番好都合である。彼はすでに社会における分業と職業編成の減少は、なかなか神の世界計画の直接の発言だと考えていた。しかし、人々がこの秩序、コスモスに編入されるのは自然的な原因によるものであって、偶然的、スコラ学の用語法によれば、な事柄だった。ルッターの場合には、すでに見たように客観的な歴史的秩序に従って、人々が様々な身分と職業に編成されている。そうした将来の編成が神の意志の直接の発言だとされ、従って個々人が神の与えた保てる地位と限界のうちに固く留まることが宗教的義務となった。ことにルッターが派の経験意識では、一般に現世との関係が終始はっきりしなかったために、それがますます顕著となっていった。パウロ的な現世の無関心から完全に抜け出ていないルッターの思想圏からは、世俗生活の構成についての倫理的原理などが得られるべくもなく、
従ってあるがままの世俗生活を任用し、そのことを宗教的義務と考えうるだけだったのだ。法典についてもピューリタンの見解では、死刑罪的利害の絡み合いに見出される摂理的性格は微妙な違いを示している。ピューリタンの実用主義的解釈の図式に従えば、職業編成の摂理的目的が何であるかはその結果によって識別される。法典についてバックスターは自分の見解を詳しく述べているが、アダム・スミスの有名な分業三理論を直接に想起させる点が少なくない。職業の特化は、労働する者の熟練を可能にするため、労働の量的並びに質的向上をもたらし、従って公共の福祉に貢献することになるのだが、その場合、公共の福祉はできる限り多数の人々の福祉ということと同義に返されている。ここまでは純粋に功利主義的な説明であって、特に当時の世俗的文献にすでに不広く見られた諸観点と相通ずるところが多いが、バックスターの次のような発想にはピューリタニズム独自の特徴が明瞭に現れている。すなわち彼は論述の冒頭で確定した職業でない場合は、労働は一定しない臨時労働に過ぎず、人々は労働よりも怠惰に時間を費やすことが多いと述べ、またその末尾では、そして彼、転職である職業労働に従う者は、そうでない人々が絶えず乱雑で、その仕事時間も場所もはっきりしないのとは違って、規律正しく労働する。だから、確実な職業、他の箇所では、確定した職業とある、は万人にとって最善のものなのだ、と結んでいる。普通の日雇い労働者たちにとってはやむを得ぬ一定しない労働はしばしば避けがたいとしても、常に好ましからの中間状態だ。定職である職業を持たない者の生活にはすでに見たように、世俗内的禁欲が要求する組織的、方法的な性格がまさしく欠けている。クエーカー派の民の場合も、人間の職業生活は普段の禁欲的な特性の錬磨であって、転職としての職業に従事する際の配慮と方法のうちに現れてくる。その良心的態度によって自分が恩恵の地位にあることを確証せねばならない。労働そのものではなくて、合理的な職業労働こそがまさしく神の求めたまうものなのだ。ピューリタニズムの転職理念において常に重点が置かれていたのは、こうした職業における禁欲の方法的な性格であって、ルッターの場合のように神がひとたび与えたもうた運命にどこまでも満足することではなかった。したがって、いくつもの職業を金営んでよいかとの問いには、それが公共の福祉ないし自分自身の福祉に役立ち、他の誰をも害せず、兼営する職業のどれにも不誠実でにならない限り、無条件に肯定的な答えが与えられた。そればかりでなく、職業の変更さえも決してそれ自体排斥すべきものとは考えられていなかった。ただそれは軽率にではなしに、神に一層喜ばれるような転職を、つまり一般的な原則からすれば一層有益な職業を選ぶものでなければならなかった。その場合何よりも重要なのは職業の有益さの程度を、つまり神に喜ばれる程度を決定するものが、もちろん第一には道徳的基準、次には生産する財の全体に対する重要度という基準で、すぐに第三の観点として死刑罪的収益性が続き、しかも実践的にはこれがもちろん一番重要なものだったということなのだ。けだしピューリタンは人生のあらゆる出来事のうちに神の働きを見るのであって、そうした神が信徒の一人に利得の機会を与えたもうたとすれば、神自らが意図したまおたと考えるほかはない。したがって信仰の深いキリスト者はこの機会を利用することによって、神の転職への使命、コーリングに応じなければならない。もしも神があなた方に自分の霊魂も他人の霊魂をも損なうことなく、立法にかなったやり方で、しかも他の方法によるより一層多くを利得し得るような方法を示したまおた場合、もしそれを退けて利得の少ない方法を選ぶとすれば、あなた方は自分に対する使命、コーリングの目的の一つに逆らい、神の管理人としてのそのたまものを受け取り、神の求めたまうときに、神のためにそれを用いることを拒むということになる。もちろん肉の欲や罪のためではなくて、神のためにあなた方が労働し、不意になるということは良いことなのだ。富が危険視されるのは、ただ怠惰な休息や罪の快楽への誘惑である場合だけだし、富の追求が危険視されるのも、他日煩いはなく、安逸に暮らすために行われる場合だけで、むしろ天職である職業義務の遂行として道徳上許されているだけでなく、まさに命令されているのだ。主人から預けられた貨幣を働かせて離職することをせず、そのために追われた下僕の例え話は、このことを端的に示すものと考えられた。貧しいことを願うのはしばしば論じられているように、病気になることを願うのと同じで、行為主義としては排斥すべきことだとし、神の栄光を損ないものだとされた。それのみでなく、労働能力のある者が乞食をするのは、怠惰として罪悪であるばかりか、人の子に照らしても、隣人愛に反する事柄だった。学生した職業の持つ禁欲的意義の強調が近代の専門人に倫理的な好奇を与えるように、利害獲得の機会を設立として説明することは、実業家に倫理的な好奇を与える。
漁師たちの貴族的な道徳的緩みや成り上がりの内見的な見えは、禁欲にとってどちらも嫌悪すべきものだが、それと反対に冷めた市民的、自立独立の人は輝かしい倫理的称賛を持って迎えられる。神は彼の営み、トレードを祝福したまうというのが、こうした神の導きに従って成功した生徒たちに用いられる上等的な語法だった。そしてバックスターの中言通りに、聖書中の偉人の霊的状態と比較しながら自分が恩恵の地位にあるかどうかを審査し、その際に聖書の言葉を法典の証拠のように解釈したピューリタンたちに対しては、現世の生活において彼のために信仰の報酬を与える旧約の神の圧倒的な力も、そうした方向に作用せずにはいなかったのだ。旧約の言葉そのものの意味は、もちろん明確だというわけではなかった。ルッターが世俗的な意味でのベルーフ、職業イコール転職という概念を言葉の上では、ベンシラの知恵の翻訳で初めて用いたことは先に見た通りだ。が、ベンシラの知恵はヘレニズムの影響にもかかわらず、そこに生きている全体の調子から言えば、広い意味での旧約聖書の中でも伝統主義的な影響力を持つ部分に属している。ルッター派のドイツ農民の場合、この書が現在に至るまでに特に愛好されているらしいことや、またドイツ経験派の広範な流れが帯びるルッター派的性格が常にベンシラの知恵の特愛という形をとって現れていることは特徴的だと言ってよい。ピューリタンたちは、神的なものか非造物的なものかという切然たる二者択一の立場に立って、旧約の外典アポクリファを聖典によらぬものと、して排斥した。それだけに聖典カノンの中では、よる気が、つまり一面では、カルミニズムの思想と全く一致する、あの人間の尺度を超えた神の絶対思考の尊厳への壮大な賛美と、多面では、神がその民をまさしく現世の生活、よる気では現世の生活のみにおいて、物質的な点でも祝福したものという、あの結局は抑えがたく繰り返し現れてくる。カルバンには付属的だが、ピューリタニズムには重要な核心と、この両面が結び合わされている。予防機が一層強い影響を与えることとなったのだ。ちょうどバックスターがコリント人への第一の手紙の中の職業観念にとって本質的な重要な箇所の持つ、伝統主義的な色彩を無視したように、詩篇の情感豊かな多くの詩句やソロモンの箴言に見られる東洋風の静寂主義は無視されてしまった。その代わり、旧約のうちでも形式的合法性を神に喜ばれる行動の特徴として称えているような箇所が、それだけ重要視されるようになった。新約によってモーセ律法の適用が解除されたのは、ユダヤ民族の儀礼的あるいは歴史的な制約を持つ規定が含まれている部分だけであって、他の部分は自然法の表れとして昔から今に至るまで効力を持ち続けているという教理は、一面では近代の生活におよそ適用し得ない規定の削除を可能にするとともに、多面ではこの種のプロテスタンティズムの世俗内的禁欲に特有な、あの自信に満ち満ちた、そして冷め切った合法性の精神を、旧約道徳に見られる幾多の類似した特徴によって強化する方向に大きく道を開いた。したがって、すでに同時代の人々をはじめとして、その後の著述家たちが、とりわけイギリスのピューリタニズムの倫理的基調を、イギリスのヘブライズムと名付けているのは、誤りなく解するならまさしく聖国を得たものだ。ただその場合、旧約の諸書が成立した時代のパレスチナにおけるユダヤ教ではなくて、幾世紀もの形式主義的、立法的及びタルモド的な教育の影響下に次第に出来上がったユダヤ教を想起すべきであるし、さらにその対比にも十分な注意が必要だ。全体として人生そのものと囚われない尊重という、人生そのものの囚われない尊重という傾向を示している古代ユダヤ教の基調は、ピューリタニズムの独自な特性とはもちろん遠くかけ離れたものだった。またこの点も看過してはならないが、中世及び近代におけるユダヤ教の経済倫理も、ピューリタニズムに対比するとき、資本主義的エトスの発展における両者の位置づけに決定的な意味を持つ所得庁について見ると、両者は遠くかけ離れたものだった。ユダヤ教は政治あるいは陶器を志向する冒険承認的資本主義の側に立つものであって、そのエトスは一言にして言えば、先民、パーリアの的資本主義のそれだったのに対して、ピューリタニズムの担うエトスは、合理的市民的な経営と労働の合理的組織のそれだった。ピューリタニズムはユダヤ教の倫理からそうした枠に適合するものだけを取り入れたのだ。旧約聖書の規範によって生活を隅々まで律することが、どのような性格学上の結果を生むか、それを明らかにすること。これはユダヤ教そのものについてさえ、まだ十分に解明されていない興味深い課題だ。この素描の枠内では不可能だろう。先に輪郭を示したことのほかには、神の先民だという信仰がピューリタンのうちに壮大な復活を見せたことが、彼らの内面生活全体にとって特起すべきことだろう。本件のバックスターでさえ、神が自分を他でもなくイギリスに、しかも真の教会の中に生まれさせたもうたことに感謝しているように、そうした神の恩恵により道徳上欠けるところのないものとなり得たことへの感謝は、ピューリタン市民の生活雰囲気の全体に浸透し、資本主義の英雄時代の代表者に固有な、
あの形式主義的に正しい、強靭な性格を生み出す原因となったのだ。さて、我々は進んで、ピューリタンの転職観念と、禁欲的生活態度の束縛が、資本主義的生活様式の発展に対して直接に影響を及ぼさざるを得なかった、そうした書店を特に明らかにしていこうと思う。すでに見たように、禁欲が全力を挙げて反対したのは、とりわけ、現世とそれが与える楽しみのこだわりのない協略ということ、ただ一つだった。この傾向が最も特徴的に現れているのが、あのブック・オブ・スポーツ、遊戯教書をめぐる闘争だが、これはジェームズ1世とチャールズ1世が、ピューリタニズムを圧迫するというあからさまな目的のために法律化し、すべてのピューリタンの教会で講談から読み聞かすように命じたものだった。日曜日にも礼拝時間のほかは民衆的娯楽が法律上許されるべきだとする国王の指令に対して、ピューリタンたちは狂気のように抗争したが、その際彼らを激高させたのは、日曜日の安息が乱されるというだけでなく、むしろ生徒を自立ある生活から好意に転向させようとしたことだった。またおよそこうした遊戯の合法性に対する攻撃を国王が厳罰をもって脅した際、その目的はまさしく、あの反権威的な従って国家にとって危険な禁欲的傾向を挫折させることだった。王政的封建的社会は台頭してくる市民道徳と反権威的禁欲的な私的習慣に対抗して、協力意欲のあるものを保護したのだが、それは今日資本主義社会が労働者の階級道徳と反権威的労働組合に対抗して、労働意欲のあるものを保護するのに似ている。それに対抗してピューリタンは自分たちの決定的な特性、すなわち禁欲的生活態度の原理を擁護したのだった。というのはそういうことさえなければ、ピューリタニズムが遊戯を忌避する態度は、クエーカー派の場合でさえ別に原則というべきものではなかったからだ。遊戯はただ合理的な目的、つまり肉体の活動力が必要とする休養に役立つものでなければならなかった。しかし衝動の赴くままにこだわりなく生活を楽しむための手段である場合には、遊戯は彼らにとって好ましいものではなく、単なる協力の手段であったり、屋敷も消防隊に対する巧妙心とかそやな本能や、あるいは非合理的な欲望を起こさせるような場合には、もちろん端的には排斥されるべきものだった。貴族的な遊戯であれ、庶民が踊りや酒場に行くことであれ、職業労働や信仰を忘れさせるような衝動的な快楽は、ズバリ合理的禁欲の敵とされたのだった。したがって宗教的には直接評価しがたい文化財に対する態度も懐疑的、いやいやしばしば敵対的だった。といっても、ピューリタニズムの生活理想の中には文化を軽蔑する暗鬱な俗物根性が含まれていた、などというのではない。少なくとも学問については、嫌悪されたスコラ学は例外として、その正反対のことが正しい。それのみか、ピューリタン運動の最大の代表者たちは、プリネスタスの教養に深くも染められていた。中でも長老派の人々の説教は古典の愛好に満ち溢れており、急進的な人々の説教でさえ、もちろんそうした傾向に反対はしておいていたけれども、神学上の論争ではそうした迫学を決して感じてはいない。おそらく成立当初の世代のニューイングランドほど多数の大学卒業者の委託にはないだろう。また、例えばバトラーのヒューディップ・ブラスのような反対者たちの風刺も、まさしくピューリタンの書斎的知識や直接した論法に向けられているが、これはある程度までカトリックの目従的信仰の教理に対する態度から生まれた知識の宗教的尊重と関連していた。が、学問以外の文学、さらに感覚芸術の領域に足を踏み入れるや否や、事情は全く違ってくる。言うまでもこの領域では禁欲は、霜が降りるように、ありし日の楽しきイギリスの生活の上に降り敷いた。しかも、この霜に当てられたのは、世俗の祭礼ばかりではなかった。およそ迷信の匂いのするもの、事実や儀式による恩恵事業のあらゆる斬新にまで向けられたピューリタンの激しい憎悪は、五月柱、メイボールや、無邪気な教会の芸術行事ばかりでなく、キリスト教固有のクリスマスの祝祭までも迫害した。もっともオランダでは、しばしば失墨の感じを与える偉大なレアリズムの芸術が発達する余地があった。それはこの国でカルビニズムの真剣政治的支配が、単事実のうちに飛躍の向けた国教会主義に解体し、カルビニズムが禁欲的感化力を著しく失ってしまったからは、そうした権威主義的に行われる種族統制の作用が、封建領主層や都市貴族層一種の地代金利生活者階層の影響や、富裕化した希少市民の協力欲に対して、いかに対抗力を持たぬものになってしまったかを示しているに過ぎない。ピューリタンは劇場を排斥したし、また、愛欲的なものや裸体などはあらゆるところが一切染み出してしまったが、こうなると文学においても芸術においても過激な主張はとどまるところを知らなかった。芸術的題材の使用にことごとく反対し、無味乾燥な合目的性を断固として庇護するために、
無駄話、余計なこと、虚しい見栄といった概念、どれも記号理で目的表のない、従って禁欲的でもなく、辰の上神の影響よりは人間に奉仕する態度を表現するありとあらゆる言葉が立ちどころに用意された。それが特に著しかったのは身につける装飾品、例えば服装に関する場合だった。今日では生産の規格化という資本主義の要求に経営相伴っている。あの生活様式の確立化という強力な傾向は、もともと非造物進化の拒否をその観念的基礎としていたのだった。もちろんここで忘れてはならないのは、ピューリタニズムの世界は互いに矛盾する無数のものを含んでおり、その指導者たちは王道派の生活の雰囲気に見るよりも、芸術上の普及の作品に対する優れた本能的感覚を持っていたということだ。無比の天才レンブラントはその その行状がピューリタンの神の前には全く恩恵に値しないものだったにもかかわらず、創作の方向においては自分の属する診断、ゼクテの環境からも根本的な制約を受けていた。全体の姿を見ると事情は同じで、後までもピューリタンの生活雰囲気を形成する力を持ち続け、また事実それに預かって力のあったあの強力な人格の内面化が影響を与えたのは、やはり主として文学の領域だけで、それもようやく広大なことに過ぎなかった。これらのさまざまな方向へピューリタニズムが及ぼした影響をここで評論することはできないが、次の点だけははっきりさせておきたい。すなわち、純粋に芸術や遊戯のための文化財の閲覧には、いずれにせよ常に一つの特徴的な基本の限界があった。つまり、そのためには何の資質もしてはならないということだ。人間は神の恩恵によって与えられた財貨の管理者に過ぎず、聖書の例え話になるしもべのように、一デナリに至るまで委託された貨幣の報告をしなければならず、その一部を神の栄光のためではなく、自分の協力のために支出するなどといったことは、少なくとも危険なことなのだ。目の見える人々には、今日にもなおこうした思想の持ち主が見当たるのではなかろうか。人間は委託された財産に対して義務を負っており、管理するしもべ、いやまさしく営利機械として財産に放置するものとならねばならぬという思想は、生活の上に冷ややかな圧力を持ってのしかかっている。財産が大きければ大きいほど、もし禁欲的な生活態度がこの試練に耐えるならば、神の栄光のためにそれをどこまでも維持し、不断の労働によって増加しなければならぬという責任感もますます重きを加える。こうした生活様式やその起源についてみれば、近代資本主義の精神の多数の構成要素と同じく、一つ一つの根は中世まで遡るが、しかし禁欲的プロテスタンティズムに至って初めて自己の一貫した倫理的基礎を見出したのである。それが資本主義の発展に対してどんな意義を持ったかは極めて明瞭だ。以上述べてきたところは、おそらくこのように総括することができよう。プロテスタンティズムの世俗内的禁欲は、所有物の無頓着な協力に全力を挙げて反対し、消費をとりわけ、奢侈的な消費を圧殺した。その反面、この禁欲は、心理的効果として財の獲得を伝統主義的倫理の障害から解き放った。利潤の追求を合法化したばかりでなく、それを成実しような意味で、まさしく神の意志に沿うものと考えて、そうした伝統主義の漆黒を破砕してしまったのだ。ピューリタンをはじめとしてクーエーカー派の偉大な護教者バークリーが明らかに証言しているように、肉の欲、外物への執着へとの戦いは決して合理的営利との戦いではなく、所有物の非合理的使用に対する戦いなのだった。この所有物の非合理的な使用は、とりわけ非造物進化として排斥されるべき奢侈という虚栄を重んずることであって、封建的な感覚に近く正義にかなう個人と全体の生活目的のための合理的かつ合理的な使用とは全く異なるものだった。禁欲は有産者に対して決して苦行を強いようとしたのではなく、必要な実践上有用な物事に所有物を使用することを求めたのだ。慰めという観念が特徴的な仕方で、倫理上許容される使用目的の範囲を隠するものとなったのだが、この観念に結びつく生活様式の発達が、こうした人生観全体の守備一貫した代表者であるクエーカーの間に最も早く、最も明瞭に認められるのはもちろん偶然ではない。健全な経済的基礎の上に立ちながら、冷めた素朴さよりもケチくさい優雅さを喜ぶ騎士的華麗の虚飾と共栄に対立して、彼らは市民的なフォーム、家庭の清潔で堅実な慰めを理想として掲げたのだった。私経済的な富の生産の面では禁欲は不正ばかりでなく、純粋に衝動的な物欲とも戦った。というのは、この衝動的な物欲こそ禁欲が貧欲拝金主義などとして排斥したもの、つまりは富裕となることを究極目的として富を追求することに他ならなかったからであり、所有そのものが誘惑だったからだ。ところがまさしくこの点において、
禁欲は常に善を欲しつつ常に悪を、禁欲の立場に立って意味でなく、つまり所有とその誘惑を作り出す力だった。なぜかというと、禁欲は旧約聖書と同様、また良き技、行為の倫理的評価からの類推でもって、富を目的として追求することを邪悪の極致としながらも、転職である職業労働の結果として富を獲得することは神の恩恵だと考えたからだ。そればかりではない。これはもっと重要な点なのだが、絶え間ない普段の組織的な世俗的職業労働を、およそ最高の禁欲的手段として、また同時に、再生者とその信仰の正しさに関する最も確実かつ明白な証明として宗教的に尊重することは、我々が今まで資本主義の精神と呼んできたあの人生観の蔓延にとって、この上もなく強力な関係とならずにはいられなかったのだ。そして、この先に述べた消費の圧殺と、こうした営利の解放と一つに結びつけてみるならば、その外面的結果はおのずから明らかになる。すなわち、禁欲的節制強制による、禁欲的節約強制による資本形成がそれだ。利得したものの消費的使用を阻止することは、まさしくそれの生産的利用を、つまり投下資本としての使用を促さずにはいなかった。この作用はどの程度の強さだったかを正確に数字によって確かめることはもちろんできない。が、ニューイングランドではこの関連は極めて明白に現れており、ドイルのような非凡な歴史家はすでにこれを看過していない。厳格なカルビニズムが真に支配したのは7年間に過ぎないオランダでも、真剣な信仰の持ち主たちが巨大な富を持ちながら、一様に極めて簡素な生活に甘んじていたことは、ドワズルの資本蓄積熱をもたらした。さらにまたどの時代のどの地域にも見られ、また今日我々の間でも強く作用しているあの市民的財産の貴族化の傾向が、ピューリタニズムの封建的生活形態に対する嫌悪によって著しく阻止されざるを得なかったことも極めて明瞭だ。17世紀イギリスの重商主義の著作家たちはオランダの資本力がイギリスに優越していることの原因を、他の国では新しく獲得された財産がイギリスのように既に土地に投下されて、それに土地を購入するということだけが問題ではないのだから、封建的な生活干渉への移行によって貴族化しようとするといったことがなく、したがって資本主義利用から遠ざけられることがないためだと考えた。ピューリタンたちは農業の特に重要な信仰にとってとりわけ有益な有益部門として重要視しはしたが、それは例えばバックスターに見るように地主ランドロードではなくヨーマン独立自営農民と借地農民ファーマーの場合についてそうなのであり、また18世紀について見てもユンカーのような農場主貴族ではなくて合理的な農業経営者の場合についてそうなのだった。17世紀以来、ある種の楽しきイギリスの代表者である純貴族地主層、スクワイア・ラーキーと社会的勢力の著しい変転もあっても、ピューリタン諸層との圧力は当時のイギリス社会を縦に貫いて見られたが、この2つの性格、すなわち、ありのままの素朴な人生の喜びを味わおうとする性格と、厳密なキリスト自制によって自己を統御し、形式的な倫理的規制に身を委ねようとする性格、この両者はイギリスの国民性の中に今もなお生存している。それと同様に北アメリカにおける植民の最初の初期の歴史も、あの年季奉公人の労働力でもって栽培農場、プランテーションを作って、封建貴族的な生活をしようとした冒険者たち、アドベンチャラーズと、これに対するピューリタンの独自な市民的信条との間の先鋭な対立によって貫かれている。ピューリタニズムの人生観は、その力が及び得た限りでは、どのような場合にも、市民的な経済的に合理的な生活スタイルへ向かおうとする傾向。これが単なる資本形成の促進よりもはるかに重要なことはもちろんだ。に対して有利に作用した。そしてそうした生活スタイルの最も重要な、いや、唯一の守備一貫した担い手となった。ピューリタニズムの人生観は近代の経済人の要覧を守ったのだった。ピューリタニズムの生活理想がピューリタン自身も熟知していたように、富の誘惑のあまりにも巨大な試練に対して全く無力だったことは確実である。ピューリタニズムの精神の最も純粋な信奉者たちは、ようやく交流に向かおうとする小市民層や借地農民層、ファーマーズの間に見出されるのが極めて普通だったが、その中の恵まれた豊かな人々は、クエーカーの間でさえ古い理想の否定に傾き始めていることが少なくなかった。これはまさしく世俗内的禁欲の先駆者、すなわち中世修道院の禁欲が繰り返し陥ったのと全く同じ運命だった。修道院の場合にも厳格な生活のキリスト消費の抑制が行われて、合理的な経済の運営がその作用を完全に発揮するようになると、獲得された財産は、教会分裂前にはそうだったように、直接貴族化の方向に出していくか、でなければ修道院の規律が法制界の危機に直面して、幾度にも改革の手が加えられねばならなかった。
修道会の改革の全歴史はある意味において、まさしく所有の世俗化作用という問題との絶え間ない格闘に他ならなかった。ピューリタニズムの世俗内的禁欲の場合にも、それと同じことが壮大な規模で起こったのだ。18世紀末世におけるイギリス産業の交流に先立って見られた、あのメソジスト派の信仰復興、リバイバルは、まさしくそうした修道院の改革に対することができる。そこで今まで述べてきた全ての標語にとするにふさわしいものとして、ここでジョン・ウェルズリー自身の一つの文章を引用してみたい。というのは、この文章は禁欲的信仰の指導者自身が今述べたような一見逆説的な関連を十分に、しかも我々が説明したのと全く同じ意味で、明瞭に知っていたことを示しているからだ。ウェルズリーは次のように記している。私は懸念しているのだが、富の増加したところではそれに比例して宗教の実質が減少してくるようだ。それゆえどうすれば誠の宗教の信仰復興、リバイバルを、事物の本性に従って永続させることができるか、それが私にはわからないのだ。なぜかといえば宗教はどうしても勤労、インダストリーと節約、フルガリティを生み出すことになるし、またこの2つは富をもたらす他はない。しかし富が増すとともに、高ぶりや怒り、またあらゆる形で現世への愛着も増してくる。だとすれば心の宗教であるメソジストの信仰は、今は青々として木のように栄えているが、どうしたらこの状態を久しく持ち続けることができるだろうか。どこででもメソジスト派の信徒は勤勉になり、質素になる。そのため彼らの財産を増加する。するとそれに応じて彼らの高ぶりや怒り、また肉につける現世の欲望や生活の見栄も増加する。こうして宗教の形は残るけれども、精神は次第に消えていく。純粋な宗教のこうした絶え間のない腐敗を防ぐ道はないのだろうか。人々が勤勉であり、質素であるのを妨げてはいけない。我々は全てのキリスト者にできる限り利得するとともに、できるだけ節約することを進めねばならない。これは結果において富裕になることを意味する。これに続いて、できる限り利得をするとともに、できる限り節約するものは、また恩恵を増し加えられて天国に宝を積むために、できる限り他に与えねばならぬという感覚が記されている。これは見られる通り、どの一つを取ってみても、すべて我々が解明してきた事柄に他ならない。こうした強力な宗教運動が経済的発展に対して持った意義は、何よりもまずその禁欲的な教育作用にあったのだが、ウェズリーがここで言っている通り、それが経済の影響力を全面的に表すに至ったのは、通例は純粋に宗教的な熱狂がすでに頂上を通り過ぎ、神の国を求める劇場が次第に冷めた職業道徳へと解体し始め、宗教的根幹が徐々に生命を失って功利的現世主義がこれに変わるようになった時、すなわちダウデンの言葉を借りれば、民衆の想像力の中で共栄の位置のただ中を天国に向かって急ぐバニアンの巡礼者の内面的に孤独な奮闘に変わって、ロビンソン・クヌーソー、つまり同時に伝道もする孤立的経済人の姿を表した時だった。さらに進んで、2つの世界のどちらも利用する、To make the best of both worlds という原則が普及するようになれば、良心的であるということは、これもダウデンがすでに指摘しているが、ついには柔らかい枕というドイツの言葉がまさしく上品に表現しているように、安楽な市民生活のための一つの手段とされてしまうほかはなかった。宗教的生命に満ちていたあの17世紀が功利的な次の時代に遺産として残したものは何よりもまず、方法的な形式で行われる限りでの、家庭人徳に関する恐ろしく正しい、パリサイ的な正しさと我々は確信して言う、良心に行ならなかった。神に喜ばれることは難しいは、名残もなく消え過ごせた。独自の市民的な職業のエイトスが生まれるに至ったのだ。市民的起業家は形式的な正しさの制限を守り、道徳生活に欠点もなく、財産の使用にあたって他人に迷惑をかけることさえしなければ、神の恩恵を十分に受け、見るべき形で祝福を与えられているという意識を持ちながら、鋭利に従事することができたし、またそうすべきなのだった。そればかりでない。宗教的禁欲の力は冷静で良心的で優れた労働能力を持ち、神の喜びたまを生活目的として労働に精霊する。そうした労働者さえも彼の掌中に与えた。さらにそれに加えて、この宗教的禁欲の力は、現世における財の分配の不平等が神の特別な摂理の技であり、神はこの差別を通して恩恵の予定にとって成したまうのと同じに、我々の預かり知らぬある秘密の目的を成し遂げたまうのだという、安心すべき保証を与えたのだ。すでにカルバンが民衆、すなわち労働者や施工業者の大衆は、貧しい時にだけ神に従順であると言っていたことは、しばしば引用されている通りだ。オランダ人、ピーター・ドラクールは、その他は、これを世俗化して、民衆は窮乏に強いられた時だけ労働すると言っているが、資本主義経済の基調のこうした定式化は、後にさらに低賃金の生産性という理論の中に流れ込んでいくことになった。この場合にもすでに繰り返し考察した発展の図式そのままに、
思想の宗教的根幹が示するとともに、それに代わって合理的な傾向が知らず知らずのうちに入り込んでいったのだ。中世の倫理は物乞いを容認したばかりか、卓越修道手段としてそれに栄光を与えさえした。世俗の古事記さえも、節は、有産者に慈善という、世俗の古事記さえも折々は、有産者に慈善という善行の機会を与えることから、身分として認められ、評価されることがあった。スチュアート期のイギリス国教会派の社会倫理には、なお内面的にこの態度に近いものがあった。法典に根本的な変化をもたらしたのはあの過酷なイギリスの旧品法だが、こうしたものの成立に力を貸すことはピューリタン的禁欲の仕事となった。そしてそれが可能だったのは、総じてプロセスタントの諸神団、ゼクタや、厳格なピューリタン諸教団の内部では、物乞いといったことが全然知られていなかったからに他ならない。というのは、多面では、つまり労働者という別の面から見ると、例えば経験派のツィンツェンドルフイーバーは、転職である職業に、忠実で利得を求めない労働者を、人の模範に習って生きる者、従ってキリストの弟子たるにふさわしいカリスマを持つ人々だとして賛美した。同様の思想は、摂政期の洗礼派信徒の間にも一層根深く広がっていた。もちろん生活上、他に好機を与えられぬ人々の低賃金にもめげない忠実な労働を神は深く喜び賜るとする見地は、キリスト教のほとんど全ての流派の禁欲文献全体に染み渡っていた。法典ではプロテスタンティズムの禁欲それ自体は何らの新しいものももたらさなかった。けれどもこの見地をこの上もなく強力に掘り下げたばかりでなく、そうした模範のために結局それがあってのみ模範が影響力を発揮しうるようなものを、すなわちそうした労働を転職、ベリーフと見、また救いを確信するための最良の、ついにはしばしば唯一の手段と考えることから生じる、あの心理的機動力を想像したのだった。また多面においてこの禁欲は起業家の営利をも転職と介して、それによってこの独自な労働意欲の搾取をも合法化した。このような転職として労働義務を遂行し、それを通して神の国を求めるひたむきな努力と、他ならぬ無産階級に対して教会の規律が自ら強要する厳格な禁欲とか、資本主義的な意味で、労働の生産性をいかに強く促進せずにいなかったかは全く明瞭だろう。営利を転職とみなすことが近代の起業家の特徴となったのと同様に、労働を転職とみなすことが近代の労働者の特徴となった。サー・ウィリアム・ペティのようなイギリス国教会派の鋭利な観察者が17世紀のオランダの経済力を説明して、この国に特に多い国教会艦隊派ディセンターズ、ガルバ派および洗礼派の人々が労働と産業活動を神に対する義務と考えているためだとしているのは、当時としては新しいこの事実をありのままに述べたものだった。スチュアート期のイギリス国教会派ことにロード、ウィリアム・ロードの思想に現れているような国庫的、独占業者的方向を持つ有機体的社会体制、すなわちそうしたいわばキリスト教社会党的な下部構造を土台とする国家及び教会と、独占業者の同盟に抵抗して、ピューリタニズムは自己の能力と創意に基づく合理的かつ合法的な営利への個人主義的機動力をそれに対峙した。したがってピューリタニズムの主張者たちは徹底してそうした種類の国家的特権の上に立つ商人問屋、植民地的資本主義に対する激烈な反対者となったのだった。こうしてイギリスにおいては国家的特権の上に立つ独占産業が間もなく全て消滅してしまうのに引き換え、ピューリタニズムの創造した心理的機動力は政府の権力に頼らない、部分的にはむしろそれに抵抗して生まれつつあった産業の創設、建設に決定的な助力を与えることになった。ピューリタンたち、ウィリアム・プリンやヘンリー・パーカーは、自分たちの市民的営業道徳の優越を誇りつつ、大資本家の特徴を持つ低身や投機的企画者を道徳的に信頼のおけの人々として、彼らとの共同を一切拒否した。そしてこれがまた彼らから迫害を受ける真の原因ともなった。デフォーも依然として現行手形のボイコットと預金抜き出しを武器として、非国境化派への迫害に打ち勝つことを提言している。この2種の資本主義的行動の対立は、宗教上の対立と極めて広い範囲にわたって手をつないでいた。非国境化派の敵対者たちは18世紀になってもまだ、彼らを小ブルジュア根性、スピリットオブショップ、キーパーズの持ち主とあざけり、古いイギリスの理想を滅ぼすものだとして迫害したことも一切ではなかった。ひとたびではなかった。ピューリタンの経済的エイトスとユダヤ人エイトスの対立もここに深く根ざしており、しかも後者ではなく、前者こそが市民的な経済的エイトスなのだということを当時の人々、例えばプリンもすでに知っていたのだった。
近代資本主義の精神の、いやそれだけでなく近代文化の本質的構成要素の一つと言うべき転職理念を土台とした合理的生活態度は、この論考はこのことを証明しようとしてきたのだが、キリスト教的禁欲の精神から生まれ出たのだった。読者はここで今一度この論考の冒頭で引用したフランクリンの小論を読み返して、その箇所で我々が資本主義の精神と呼んだあの心情の本質的要素が、先にピューリタンの場合には、先にピューリタンの転職意識に由来する職業的禁欲の内容として析出したものと同じであって、ただフランクリンの場合には宗教的基礎づけがすでに生命を失って欠落しているに過ぎないということを見届けていただきたい。近代の職業労働が禁欲的性格を帯びているという考えは決して新しいものではない。専門の仕事への専念とそれに伴うファースト的な人間の全面性からの断念は、現行の世界では全て価値ある行為の前提であって、したがって業績と断念は今日ではどうしても切り離し得ないものとなっている。そのこと、つまり市民的な生活のスタイルが持つ、それがスタイルのないものではなくて、まさしく一つのスタイルであろうとするなら、こうした禁欲的基調をゲーテもまたその人の人生地の高みから、ビルフェムルムマイスターの遍歴時代と、ファーストの生涯の終焉によって、我々に教えようとしたのだった。彼にとってこの認識は豊かで美しい人間性の時代からの断念を伴う、そうした決別を意味した。そうした時代は古代にアテナの前世紀が繰り返し現れなかったのと同様に、我々の時代の文化発展の中でもう一度現れてくることはもはやないのだ。ピューリタンは転職人足らんと欲した。我々は転職人足らざるを得ない。というのは、禁欲は修道士の小部屋から職業生活のただ中に移されて、世俗内的道徳をシェアし始めるとともに、今度は非有機的、機械的生産の技術的、経済的条件に結びつけられた近代的経済秩序の、あの強力な秩序界、コスモスを作り上げるのに力を貸すことになったからだ。そしてこの秩序界は現在圧倒的な力を持ってその機構の中に入り込んでくる一切の諸個人、直接経済的営利に携わる人々だけではなく、もう生活スタイルを決定しているし、おそらく将来も、化石化した燃料の最後の一辺が燃え尽きるまで決定し続けるだろう。バックスターの見解によると、外物についての配慮は、ただいつでも脱ぐことのできる薄い街灯のように、生徒の方にかけられていなければならなかった。それなのに運命は不幸にもこの街灯を鋼鉄のように片折りとしてしまった。禁欲が世俗を改造し、世俗の内部で成果を上げようと試みているうちに、世俗の外物はかつて歴史にその日を見ないほど、強力になって、ついには逃れ得ない力は人間の上に振るうようになってしまったのだ。今日では禁欲の精神は最終的にか否にか誰かしろ、この鉄の檻から抜け出してしまった。とにかく勝利を遂げた資本主義は機械の基礎の上に立って以来、この支柱をもう必要としない。禁欲を図らずも後継した啓蒙主義のバラ色の雰囲気でさえ、今日では全く薄れ果てたらしく、転職義務の思想はかつての宗教的信仰の亡霊として、我々の生活の中を徘徊している。そして世俗的職業を転職として遂行するという、そういう行為を直接最高の精神的文化価値に関連させることができない場合にも、あるいは逆の言い方をすれば、主観的にも単に経済的強制としてしか感じられない場合にも、今日では誰もおよそその意味を詮索しないのが普通だ。営利の最も自由な地域であるアメリカ合衆国では、営利活動は宗教的倫理的な意味を取り去られていて、今では純粋な競争の感情に結びつく傾向があり、その結果、スポーツの性格を帯びることさえ稀ではない。将来、この鉄の檻の中に住む者は誰なのか。そして、この巨大な発展が終わるとき、全く新しい預言者たちが現れるのか。あるいは、かつての思想や理想な力強い復活が起こるのか。それとも、そのどちらでもなくて、一種の異常な存在さで粉飾された機械的化石と化することになるのか。また誰にもわからない。それはそれとして、こうした文化発展の最後に現れる、末人たちにとっては、次の言葉が真理となるのではなかろうか。精神のない専門人、心情のない協力人、この無の者、二質は、人間性のかつて達したことのない段階まですでに登り詰めた、とうぬぼれるだろうと。ただし、ここまで来ると、我々は価値判断や信仰判断の領域に入り込むことになる。だからそこまではこの純粋に歴史的な叙述に求めるべきではない。むしろ我々のなすべき仕事は以上の素描でその一端に触れたに過ぎない禁欲的合理主義の意義をさらに社会政治的倫理の内容について、すなわち知的仲介から国家に至るまでの社会的諸集団の組織と機能のあり方について明らかにしていくことだろう。その次に禁欲的合理主義の人文主義的合理主義とその生活理想や文化的影響に対する関係、さらには哲学上並びに科学上の経験論の発展や技術の発展に対する、また精神的文化所在に対する関係が分析されねばならないだろう。
それから最後に中世における世俗内的禁欲の崩壊から発した禁欲的合理主義の歴史的生成とその純粋な合理主義への解体の跡が歴史的にしかも禁欲的宗教的意識の個々の伝播地域に即して究明されてもならないだろう。こうして初めて近代文化の創出に預かった他の諸要素との関連で禁欲的プロテスタンティズムの持つ文化的意義の度合いを明らかにすることができると考える。この論法では差し詰め重要であるにせよ、ただ一つの点だけについてその影響の事実とあり方をそれの心理的動機に阻減させていようとしたのだったが、またその次にプロテスタンティズムの禁欲それ自体が逆にその生成過程においてもその特質においても社会的文化諸条件の相対とりわけ経済的条件によって深く影響されているということも明らかにしていかねばならないだろう。というのは近代人は一般に最大の善意をもってしてもかつて宗教的意識内容が人間の生活態度、文化、国民性に対してもっと巨大な義をそのあるがままの大きさで意識することがほとんどできなくなっているのが普通だとしてもだからといって一面的な唯物論的歴史観に変えてこれまた同じく一面的な文化と歴史の有心論的な因果性的説明を提示するつもりなど私にはもちろんないからだ。両者とも等しく可能なのだが、もし研究の準備作業としてではなく、結果結論として主張されるならば、両者とも歴史的真実のために役立つものとはならないだろう。